はい、サブチャンネルということで、最近編集の音も変わりまして、それがこちら。焚き火の映像を見ることです。今までラジオなこう聞き流して編集とかしてたんだけど、そうするとアフレコとか入れたいときにラジオの声も入っちゃうっていうので毎回止めてて、なんかめんどくさかったんですよ。なんかいい作業用ないかなって思って見つけたのが焚き火。火をねずっと見ちゃう、火をずっと見てられるっていうか、なんか私YouTuber のサワヤンさんが好きなんですけど、サワヤンチャンネルさんのことが好きなんですけど、なんか焚き火を見るだけでこうなんかこう燃焼されるらしくて、体が本当かどうか分かんないけどね。でもサワヤンさんが言ってるから本当だろうなって思うんだけど、なんかそういうこともあるから、もう一石二鳥じゃん。落ち着くし、ずっと見てられるし、燃焼効果もあるんだったら。ということで、最近の編集のトーンはこういう焚き火の映像を見てます。私もいつか自分で一人で焚き火したいなって思いました。でもなんだろう、こうなんかバーベキューとかの場でずっと火をいじっちゃうとか、火を見ちゃう人は性欲が高いっていう風にホンマでっか TV で聞いたことがあります。最後聞いてるわけだね、ことばかり言ってるうちにお話ができた、いつにの間にならやってきた。はい、グッバイ、さよなら、さしあです。また、いいまで、はい、はい。